夏休み某日、ある男には何か引っかかるものがあった。ああ、小田くん？ん？最近ちょっと悩みがあるんだけどさ。うん。ちょっと俺の友達がさ、まあ太田くんはしっかりしてるよ。でも違うんだよね。俺の周りにいる連中さ、気づいたんだけどさ、クズばっかだったんだよね。え？気づいたんだよ。この前よくよくさ、家帰ってさ、いろいろ考えてたらさ、うん、みんなクズだなって、みんなゴミだなって気づいちゃったわけよ、柏倉。だからやろ、ホームレス生活やろ、大田君、ホームレス生活やろ、一週間ホームレス生活。何の思い出だよ。バカかよお前。修学旅行かよ。腐れ関西メガネが。やっぱダメだ。やっぱダメ。基本的にお前ら。え？何？ダメだわ。誰がいいの後ろ？誰がいいの後ろ？いないよ別に。いねえよ、いねえけどよ。何？何今？何？急に。今度叩き直そうよ。いいよこの夏から。大学っぽいこの夏で。ダメだってやっぱバーカ大学生としてやろう。セックス？ホームレス生活。え？え？誰が？は？お前らが。え？は？教授はいつものやつ？やろう。ダメだこのままじゃ。何言ってんの？バカじゃ。みんな脳がやられてる。腹くくってやった。カムがするわ。なんかすごい目で見られる。熱くない。なんで寒いから。焼き鳥だ。モニター越しに見て何楽しんでんだよ。クロスを直で見ろよ。おい、おはようございます。おはようございます。ババアの鱗企画第1弾、1週間ホームレス生活ということで、ただいま航空公園へやってまいりました。航空公園とは、埼玉県所沢市に位置する膨大な広さを持つ地域に愛されている公園だ。最寄りの航空公園駅から徒歩1分。週末には数多くのイベントが開催され、家族やカップル、子供たちで賑わっている。今回の企画のキャストを紹介しよう。上野由紀、潔癖症、タバコに依存している節あり、強運を持ち頭の回転は速いが自他ともに認める表現症。鈴木亮太、キャスト切手のジラリア、末っ子気質で軽く太っている。こいつもタバコに依存、無垢で優しいがバイトはしないでいい。吉田健人、ツンデレの気質あり、他の3人とは違いタバコは吸わない。時折規制を発するなど言動がつかめ。萱島壮、よくいるメガネ君、キャストの中では良識人、よって平凡。こいつも愛煙家、ズバ抜けて運動神経がないが身なりはオンです。このラインに入ったら俺らはもう1週間出れないですよ。はい、でしょ。心の準備はいい？
喧嘩しないようにいいですか。みんな仲良くしよう、仲良くしよう、仲良くしよう、みんな仲良くしよう、あんま見んじゃねえ、仲良くしよう。目吹いたら入りましょう。はいはい、よーい、やったー。